昨日焼津市で火事があり、木造2階建てアパートの一室が全焼しました。同じアパートの別の部屋に住む男女2人が病院に搬送されました。昨日午後10時ごろ、焼津市総衛門の木造2階建てアパートで、アパートの一室から煙と炎が出ていると隣の部屋に住む男性から消防に通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、1階の一室が全焼しました。また上の部屋に住む男性が逃げる際に腰を打ち軽傷、女性も煙を吸いましたが意識はあり、命に別状はないということです。警察と消防が出火の原因を調べています。